暦2678年3月23日金曜日22時23分です。やらない後悔よりもやって後悔ということですけれども、僕はやらない後悔よりもやって後悔した方が全然マシだって思うタイプなんですね、基本的には。まあちょっと例があるかもしれないですけど、だってやらないで後悔したら後でもう絶対後悔するじゃないですか。あの時やっとけばよかったって。でもやって後悔した場合、自分のやりたいことをやって後悔するわけですから、悔いはなしというか、まあ、しょうがないかなって諦めきりますけど、やらないで、やろうと思ったけどやっぱやらなかったで後悔すると、後々、あの時やっとけばよかったって、思ったりするわけですよ。だったら、俺は、まあ、やらない後悔よりもやった後悔の方が僕はいいと思うんですね。どうせ後悔するなら。やった後悔って言っても、やって後悔しないことだって十分考えられるわけですから、ダメ元でやってみて成功すればそれでいいですし、失敗しても、失敗しちゃった。でも、やらないよりはマシだったなって思えるわけじゃないですか。だから、仮に失敗しても、失敗してね、死ぬとか、もう、とんでもない、もう、やり直せないようなことっていうのはなかなかないですから、大抵のことがやったとしても、ちょっと、恥かいちゃったねとか、失敗しちゃったねとか、なんとかやり直せるもんですから、やり直せるレベルのものが多いですから、だったら、ダメ元でやってみて、やって後悔の方が全然マシだよって俺は思うんですよ。やらないで後悔するよりは。だから僕は基本的に、どんだけ恥かこうとも、どんだけかっこ悪くてもダサくても、やらない後悔よりは、やった後悔、やって後悔した方がいいなと僕は思います。以上、後藤輝樹でした。失礼いたします。